コミュ症とは人付き合いを苦手とする症状。またはその症状を持つ人を指す。留意すべきは、苦手とするだけで他人と関わりを持ちたくないとは思っていないことだ。時任無一郎。霞柱の称号を持つ最年少の柱。ぼんやりしていながらも鬼殺隊としての使命感、責任感は強く、鬼の攻撃から非戦闘員をかばう際には戸惑いなく自身を盾にする。幼いながらも鬼殺隊の柱としてふさわしい人物。その秘めたる潜在能力は柱内でもトップレベルである。文化祭の準備、みんなのお手伝いをしたい富さん。あ、富さんはここにいてね。富さんのための神座。文化祭員、材料足りないんだけど。困りましたね。じゃあ私が買いに行きましょうね。おとり無意。一人では持ちきれませんね。富さん、暇そうなので一緒にお願いします。二人だけだと心配だな。私も一緒に行こう。私もついていきたい。でも、富さんのために絶対文化祭を成功させねば。富さんのメイド姿が一番のご褒美。いってらっしゃい。葛藤。ここにもついていきたい人が一人。富さん、緊張しないで大丈夫だぞ。おとりはおっとりの才能が私よりあるから、一緒に行こう。ありがとうございます。私もおねみねさんのフクロウみたいな顔大好きですよ。悪気はない。元気な声も好きです。そうか、ショッピングモール到着。よし、じゃあ手分けよう。いや、三人で行こう。モールはワクワクするな。お、トミさんもわかるか。おとり、買い出しメモはあるか。
私もワクワクしますね。お、モールの話か。衛星中継みたいだな。突然こんなに早く迷子にさせてしまうとは不甲斐なし。富さん、二手に分かれて探そう。おとりさんを見つけた。あら、探してくれたんですか？ありがとうございます。あれ？怒ってます？それは良かったです。なんだかおしゃべりしたそうですね。書くんですね。いいですよ。待ってますから。どうしてでしょうね。ただ、ただのくんやしのぶちゃんと仲良くしているのを見て、お友達になりたくなったのかもしれませんね。そしてまた突然。刀見つけました。おとり、刀はいらないぞ。帰り道。おねみねさん、私、とみさんとお友達になったんですよ。そうか、それはよかったな。もちろん、おねみねさんともお友達ですよ。あ、そうだな。よかったですね、トミさん。トミさん、友達100人まであと94人。高評価、グッドボタン押してね。